はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はいろいろなお店で購入したスクイーズがあるので、今回はスクイーズのみの購入品紹介をしていきたいと思います。ご興味のある方やスクイーズ好きの方はぜひ最後までご覧になってください。それでは早速ご紹介したいと思います。とまずは UFO キャッチャーでゲットしたものからご紹介します。 UFO キャッチャーではまずこちらの超リアルふわふわシュークリームにおいつき BC をゲットしました。こちらはリアライズさんの商品なんですが、こんな感じです。とっても可愛いリアルなシュークリームになります。はい、では一回ちょっと開けてみたいと思います。はい、こんな感じです。私はピンクのいちごかなのものをゲットしました。ショコラと普通の感じのノーマルのものもありましたね。こんな感じでボールチェーンにちゃんと袋がついてて、こうついて錆びないようになってるのもありがたいですね。では触っていきたいと思います。こんな感じです。このね、なんて言うんだろう、へこみ具合とか本当のシュークリームっぽくて、本当にもうリアルで食べちゃいそうですね。香りがすごくいい。なんかね、いちごみたいな感じのいちごっぽい香りがします。とてもいい香りですね。はい、こちらをゲットしました。こちらね、600円ぐらいかな、700円とかかな、それぐらいでゲットしました。 UFO キャッチャー苦手なので、いつも何百円入れても取れないんですけど、700円ででもゲットができたので嬉しかったです。次はこちらのふわふわシュークリーム匂い付き BC です。ちなみにこの2つは結構前に UFO キャッチャーで撮ったんですけど、紹介が遅れてすいませんでした。ではご紹介します。こちらも同じくリアライズさんの商品で、最近リアライズさん、あのなんかシュークリーム系多いですよね。なんか最近デルゾとかもシュークリーム出てるし、結構あのしかもこのふわふわ系とかもクロワッサンとかシュークリームとかいろいろ出てて、すごい欲しいなと思うんですけど、クロワッサンも見かけたことがないですね。はい、こちらシュークリーム、ショコラかな、チョコかなになります。こっちと同じのとか全部3種類ずつあったんですけど、全く同じじゃなくて、このショコラもちょっと見てみたいなと思ったので、これを狙ってゲットしました。この粉かかってる感じがリアルで、でも触っても粉は取れないって感じの、作りになってます。香りはなんか違うかなって感じがしますね。なんか匂いが薄いですね。私のものだけかな、わかんないんですけど、多分匂いは違うって感じです。次は雑貨屋さんで購入したものなんですが、こちらパンダ饅頭になります。雑貨屋さんでパンダ饅頭初めて見てテンション上がったので購入しました。こちらは500円プラス税で購入しました。そして次こちら中くらいのバージョンで、しかもこれを見てください。パンダパン女って書いてて、女ってウケるって思いましたね。ここはちなみにプニュットストラップパンダマンって書いてるんですけど、これパンダマンじゃないですか。こっちパンダパンで女って書いてるんですよね。せめて女の子とかにしなかったのかなって思うんですけど、パンダパン女って書いてあります。女の子のリボンがついてるものですね。すごい低反発なのはとっても嬉しいんですけど、匂いがもうね、倒れそうなぐらい臭いんですよ。なんかね、なんて表したらいいかわかんないんですけど、匂いを嗅ぐたびにうってなりますね。やばい香りがします。本当に匂いやばいですね。ちょっと一回カメラ上げましたね、すいません。ちょっと映らなくなってくるのでね。次こちらの、マザーガーデンで買ったマフィンになりますの袋がね、破れちゃってもう捨てちゃったんですけど、こんな感じです。しかもこれね、買った時からこんな感じでなんか裂けちゃってて、まあいいやと思って返品はしなかったんですけど、こんな感じです。
まあね、大体初期傷とかもあるかなって思って返品はしなかったんですけど、まあ避けててもね、ボンドとかでつければなんとかなるかなと思ってこちら購入しました。結構前から出てたんですけど、遅れて購入しました。次にこちら、ここのお店とは違う雑貨屋さんで、こちらの街のカフェベーカリーパンスクイズ BC の、ミルクですね。これ580円でちょっと高いです。高いんですけど、低反発ですごくしっとりしていて、サラサラした感じの肌触りだったので嬉しかったですね。ピンクと紫と水色みたいな感じのものがありました。はい、そして次にこちらです。桃のスクイーズです。これも雑貨屋さんで購入しました。こちらね、白っぽい桃にこんな感じの黄緑みたいな葉っぱでピンクのグラデーションで、ここの部分も薄いピンクだったらいいのになって思うんですけど、白の桃ですね。実際にはないと思うんですけど、まあ、こんな感じの桃です。結構低反発で、はい、こちら気持ちいいです。しかもこれね、匂いがすごいいいんですよ。なんか甘い感じのスクイーズあるあるな感じの匂いがします。よくあるスクイーズの甘い香りがして、とっても気持ちくて香りもいいです。パンダまんじゅうは本当にやばいですね。あ、これもなんか若干、待って、ミルクの匂い違うか。なんかミルクの匂いするようでしないようでって感じで、ちょっとよくわかんないですね。 なんとなくするような感じはするんですけど、はい、こんな感じです。はい、というわけで今回は雑貨屋さんとか UFO キャッチャーマザーガーデンで購入したスクイーズのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんも見かけた場合は購入してみてください。とっても低反発でおすすめです。パンダまんじゅうは、匂いを嗅がなければすごく低反発で気持ちいいので、ちょっと匂いを嗅がず触れる方法を考えたいなと思っています。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。